い、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、新セレクションパックが、10月の28日に実装決定ということで、こちらの今日はね実装されるカードの内容について解説をしていこうかなというふうに思います。実装されるカード、サモン操作です。はい、過去選った、そしていたずら大精霊ハロー、大精霊ウィーン、サロスナンナ、そしてアニヒレーター GP ですねっていうモンスターが実装決定いたしましたとお知らせにあります。1個言わせてください。このカードだけを見て、死んだの内容が分かるほど、僕は、コナミに精通していません。正直何実装されるかマジで分かりません。なんかね、テーマカードじゃないんだよね別に。サロスナンナもなんかサモン操作もテーマカードっていうか、まあ、汎用カードの枠なんでマジで分かんないんですよ。でハローとウィーンはもともと決定してたんでね、OCG タイムズで、だからマジで何が実装されるか本当に予想できないんですが、一応分かっている内容の中からちょっと考察をしていこうと思いますんでやっていきましょう。さあ時を越えて帰ってきました、俺たちのサモン操作です。過去選った済み。これで多分ね6年前とかかなに禁止になったカードでございまして、もともとの効果と比べるとちょっと弱くなってるんですけど、現代遊戯王においてもちょっと使えるような、非常に面白い効果になってますんで、ちょっと一応解説をしていきます。サモン操作です。闇属性のリンク3の、攻撃力2400の魔法使い族リンクモンスターですね。で、トークン以外の同じ種族のモンスター2体以上っていう召喚条件で作れまして、まあ、だからリンク2プラスモンスター1体とかでも作れます。で、このカードが、リンク召喚に成功した場合に発動できる、ちょっとテキスト長いんですけどね、手札から、モンスター1体効果を無効にして、相手のフィールド上に守備表示を特殊召喚する。これ確かもともとね効果無効になってなかったと思うんですよね、選った前は。で選ったされて確かこれ効果無効にして特殊ができるようにするようになって、でその後これその後の処理じゃなかったと思うんですけど、昔はその後この効果で特殊召喚したモンスターと同じ種族のモンスター1体をデッキから効果を無効にして特殊召喚できる。まあ、要は、手札から出したモンス相手のフィールド上に送りつけたモンスターと、同じモンスターを出せますよっていう種族がね、同じモンスター出せますよデッキから。でこの効果でデッキから特殊召喚したターンは自分はデッキから特殊召喚したそのモンスターと元々の種族が同じモンスターしか特殊召喚できない。この縛りもなかったんで、元々はなんで結構縛りとかきつくなって、まあ、めちゃくちゃ強かったんですよサモン操作する。元々確かリンクグッドスタッフみたいなデッキだったら多分全員入れてたと思うし、他にも、ね、いろいろサンダードラゴンとかからも飛んできたかな昔は、っていう感じのモンスターだったんですけども、まあこれ結構エラッタが入ってちょっと使いづらくはなってはいますが、まあ未だに強いですね。で相性がいいテーマはやっぱこの、同じ種族のモンスターが並びやすいテーマで、かつ、手札からモンスターを相手の番目に送りつけつつデッキから出してきたいモンスターがいるテーマ。 OCG の方だと、まあ、よく使われてるのはユベルとかですかね。まあ、ユベルデッキとかだとなんか暗黒の将来神から1枚でサモンソーサレスまで一応いけるんで、このサモンソーサレスから、相手の、手札から暗黒魔族送りつけつつ、自分のデッキから、まあ、例えば、まあ、サクリファスデモンロータスを出して、でもう一回リンクした後に蘇生して効果使ったりとか、それから、まあ、スピリットオブユベルをあとシンプルになんか出してきたりしてもう一回出し直したりするとかね。なんか結構暗黒の将来神を経由してると失勢の開門とかね、まあ、発動できてることがあるんで、まあ、その効果を使ってなんか特殊召喚したりとかいう動きもあるんで、ユベルのデッキとかは結構相性がいいからサモン操作室入ってる構築も結構よく見かけるし、あ と,、ドラゴンリンク、ドラゴンリンクは、まあ、やっぱりこれ出しやすいわけですよ。ドラゴンしか基本的には採用しないんでね。で手札から、まあ、しかも闇属性なんで一応闇属性縛り入っても出るし、でサモンソーサレスで、手札のドラゴン出しながら、相手のフィールド上に、ね、出しながらデッキからドラゴンリクルートしてくるっていう動きが、ね、できて、まあ、一気に展開が伸びたりするんですよ。リンク値が伸びたりするんですよね。なので、まあ、サモンソーサレスから、伸びるテーマとしては、まあ、ドラゴンリンクユベルとかは、まあ、割とよく見る。まあ、他にもちょっとね、いくつかある気がするんで、ちょっと、よかったらコメント欄でなんかこんなテーマとも相性良さそうですっていうのがあったらぜひ教えてください。で、サモンソーサレスの強いところはもう一個あって、相手のフィールド上にモンスターを送りつけるんで、まあ、結構拮抗勝負とか、ケアできたりとか、まあ、無限抱擁とかね、ああいう系の効果が、打てなくなったりとか、まあ、そういうね、二次的な副作用もあって、結構強いかなと思ってます。割とね、可能性の獣ではあるんで、これはちょっと、診断で擦っていきたいモンスターですね。ハッピーハロウィン、もうすぐねハロウィンということで、マスターデュエルとこれね OCG の方でもですね同時期ほぼ同時期に実装されるということで OCG の方で、10月の26日のスプリームダークネスっていう、
この新パックがあるんですけど、これが26日 で28日のマスターデュエルでいたずらの大精霊ハロー実装ということで、まあ、あの以前にもねトガ姫とかが、まあ、OCG とほぼ同時期に実装されますよみたいな、まあ、そういうのあったと思うんですけど、あのトガ姫枠ですね。で、大精霊ハローっていうのと、大精霊ウィーンっていうのが、OCG タイムズで、発表されておりまして、まあ、この2体の解説をしていきましょうということですね。まずハローなんですけども、レベル4の闇属性の悪魔族モンスターでございまして、で攻守が00ということですね。まあ、結構サポート、豊富に受けられますね、あの00なんで。で、このカードが召喚特殊召喚した場合に、このカードが、自分のフィールド上に表側表示で存在する場合、相手は以下の効果から1つを選んで、その効果を適用する、相手が、適用することになります、どっちかを。で、1つ目がこのカードの攻撃力が、悪魔族モンスターの数かける800アップするよと。でもう1つが自分の墓地の悪魔族モンスターの数かける500、ダメージを相手に与えるよという効果ですね。だからめちゃくちゃ墓地に悪魔族を貯めるという行為と相性がいいですね。まあ、例えば、悪魔族テーマであれば、まあ、例えばですね、あの悲願とかね、あの墓地に悪魔族溜まるっていう意味ではね、悲願とか、あとインフェルノイドとか、この辺とかとはもしかしたら相性がいいのかもしれないなというところで、まあ打点アップ とバーンダメージどっちかを、まあ、相手が選んで適用すると。これがちょっと使いにくいところですね。相手が選ぶんで自分が選べない。だから例えばなんかめちゃくちゃいっぱい墓地肥やしてなんかワンキルしようと思っても別に相手が選ぶからワンキルはちょっと難しいし、でかといって打点上げる効果を選ばれたところで、じゃあそいつどうすんのみたいなね、射出すんのかみたいなね話になるんで、正直そんなにそのあと自分で出てこれないんですよ。これ自分で前に出てこれない、要は他のカードの効果で出していったりとか、まあ普通に召喚したりとかっていう、まあこいつ召喚して強いことは多分あんまないと思うので、まあ他のカードの効果で特殊召喚していくことになると思うんですけど、まあ悪魔族なんでね、特殊召喚方法はいくつかあるんですが、まあそんなに強いカードじゃないんじゃないかなという気はしますね。まあハロウィンなんでお祭りカードです。で、2番の効果で一応戦闘効果打開されると相手のフィードのモンスターポーチを送るっていう効果があるので、まあ自爆特攻してもいいですし、自分のカードの効果でね、破壊しに行くとか、バロネスで叩き割るとかさ、なんかそういう動きしてもらってもいいですし、なんかそのマナデムとかだったらね、ビシャスとかで、叩き割ってもいいですし、まあそういう動きをしていけば、まあ一応相手のモンスターを墓地に送ることもできますよというところですね。まあ正直そんなガチカードじゃないですね。はい。体感。まあ、まだちょっと来てないんで、使い方があんまり思いついてないっていうところあるんですけど、あ、一個だけ先行ワンキルデッキは作ったんですけど、ちょっと、だからそういうデッキしかできなかったな。で、ハロットを対応なすアンデッド族の方にはウィーンっていうのがいて、まあ、これでハロウィーンになるんですけど、ウィーンの方は、ハローの効果のアンデッド族版になってまして、相手が、効果を選ぶ効果が同じで、召喚特殊召喚した場合にね、打点が自分の墓地のアンデッド族モンスターの数かける800アップするか、アンデッド族モンスターの数かける500ダメージを与えるか、みたいな感じですね。で、こいつは戦闘が打開されると、相手の墓地からモンスター1体を自分のフィールド上に特殊召喚するという、まあ、パクる効果ですね。を持ってますという感じです。まあ、相手ターンに一応、だから破壊すれば相手の墓地パクったりとかそういうのはできますけどね。妨害としては。で、まあ、アンデッド族モンスターなんで、まあ、アンデッド族といえばってことで、まあ、ワイトデッキとか、まあ、その、アンデッドシンクロデッキとか、アンデッド展開デッキとか、まあ、白縫いとか、まやかしとか、まあ、そういうのに入れても面白いのかもしれないですけど、まあ、一貫性も自分で出てくる効果ないので、まあ、アンデッド族も一応、その、特殊召喚するカード自体はね、結構たくさんあるので、まあ、そういうカードを使って活躍させようと思ったらできますけど、ただ正直やっぱちょっと基本的にガチ環境の、マスターデュエルではなかなか入んない、カードになってくるかなと思うんで、まあ、ここはまあ、ファンデッキ系の、まあ、デッキに投入して遊んでくださいって感じじゃないでしょうか。サロスナンナ実装ということで、まあ、このモンスターは良くも悪くもね、名前はめちゃくちゃよく知られてるんじゃないかなと主にちょっと別のカードの影響でちょっと名前はよく知られてるんじゃないかなというふうには思うんですが、このモンスターは、結構効果は実は結構強くてですね、効果モンスター2体で作れる、光属性の悪魔族のモンスターでございまして、ステータスが非常に優秀として有名で、このカード名の効果は一旦2度しか使用できないんですけども、このカードのリンク先の相手のモンスター1体対象に、このターン自分が自分のフィールドのこのカードをスワイとしてリンク5モンスターをリンク召喚する場合、対象の相手モンスターもリンクスワイにできますよということで、まあ、サロスナンナのリンク先のモンスターを対象に取ると、まあ、要はパクってリンク召喚のスワイにできますっていうことなんですよ結局。だからまあこのカードの効果を使って、サロスエレスクルヌギアスを出す場合、相手のモンスター2体をスワイにして、まあ、クルヌギアスがもともと相手のモンスター1体パクれるからね、なんで相手のモンスターを2体パクって自分のモンスター2体と相手のモンスター2体で、サロスエレスできますよ
あのそんな感じの、効果になってるんですよ。まあそういう使い方をもともとは想定されて作られているはずなんですが、このモンスター光属性の悪魔族というてあのモンスター、まあ、非常にステータスが優秀なので、まあこれが、デモンスミスレクイエムっていうモンスターに変わり、デモンスミス展開が始まるということで、このサロスナンナの存在が、効果モンスター2体並べるだけで、まあ、余裕で展開できるという現代遊戯王のパワー の、まあ、権限になっちゃってるんですよね。なので、まあ、来ないと思いますけどね、マスターデュエル。まだデモンスミス来るとしたら、まあ、お知らせ来てるはずなんで、さすがに多分とか言って来たらごめんなんだけど、多分まだ来ないと思ってるんだけど、来る可能性は全然あるけどね。で、デモンスミスから、まあ、展開するためのカードとしても優秀なカードでございますので、1枚は皆さん絶対にゲットした方がいいと思います。今後マスターデュエルで強化が残されている最強の現代遊戯王最強カードと言われているデモンスミスが来ますんでね、はい。まあ普通に使うんだったらこいつを出しに行く、まあ、主にそういう使い方なんじゃないかなと思いますね。あと単純にモンスターを2体を変換、リンクモンスターに変換できるっていうのも、まあ、効果モンスター2体なんでね、条件が強いですから、なので、使い道はいくつかあるんだけど、まあ、本領発揮するのはこれからかなという感じのモンスターになってますね。ゴールドプライドアニヒレーター、実装決定ということで、このモンスターね、実はね、廃業シンクロ、8モンスターになっております。ゴールドプライドっていう名称がついてるんですけど、別に、縛りないんでどっからでも出てこれますよっていう感じですね。闇属性の、レベル8の、シンクロモンスターで、攻撃力が2700の、守備が1700の、戦士族のモンスターになっています。でチューナープラスチューナー以外の、モンスター一体上ということで、まあ、どっからでも出せるよというところなんですけども、妨害効果を持ってまして、相手のターンにフィールドのエクシーズ融合シンクロリンクモンスターを対象に、そのモンスター破壊するという感じの効果で、ゴールドプライドによくあるんですけど、ライフが、相手より少ないとなんかそのちょっと強くなるみたいなの、なので、まあ、2体一応破壊できますよというところですね。まあ、ただですね、これ使っていただくと分かるんですけども、なんかもう出てきたリンクモンスターとか融合モンスターとかで出てきた時の効果が結構強くて、リトルナイトとかね、なんで、まあ、そいつ破壊したところで結局除去されるっていうことが結構起きるので、まあ、そんなにその過信できないかなっていうこの効果が、まあ、そこまでなんか無効にはしないんでね。ゴールドプライドっての特徴としてなんか効果を無効にするっていうことがあんまりないんですよ。結構今まで のゴールドプライドもそうなんですけども、基本的な妨害っていうのは、リオンのこの、相手の、モンスター爆破するっていう効果と、あと、融合モンスターの、相手のモンスター装備型扱いでパクるっていう効果があって、まあ、そこにこのアニヒレーターっていう、どこだ、アニヒレーターっていうのが追加されて、まあ、相手爆破できるっていうことが起きるんですけども、結構ね効果無効にしてくんないので、まあ、そこまで過信ができないっていう感じの効果になってますね。はい。で2番目の効果で、このカードの1の効果を発動したターンのエンドフェーズに、アサシネーターを、特殊召喚できるよっていうことで、アサシネーターが何かっていうと、まあ、これも多分実装されると思うんですけど、こいつですね。これも、まあ、ゴールドプライドの共通効果で、ライフが相手より少ないと手札から特殊召喚できて、でこいつね、なんとね1体で、さっきのアニヒレーター出せるんですよ。これめっちゃ強くて、手札フィールド墓地からこのカード以下の GP モンスターを1体除外すると、除外したモンスターのレベルと同じレベルを持ってるトークンが出るよと。だから、まあ、基本的にゴールドプライドってレベル3の、モンスターが墓地に落ちてるんで、3を除外すると3のトークンが出ますと。でこいつが5チューナーなん でその5チューナーと、まあ、3のトークンで、まあ、8シンクロしてアニヒレーター出してくださいねっていう、そういうデザインになってますね。で、アサシネーターさんは一応、トークン生成する効果使っちゃうと、このカードはシンクロ融合エクシーズリンク素材にする場合は GP の素材にしかできないという感じの効果になっています。でね、これアサシネーターの強いところは GP の共通効果で、単純に手札から出てこって、しかも簡単に8シンクロができるんで、その引いた時に、なんかそのメインギミックの中で引いた時に1枚プラスで8シンクロ立つイメージなんですよね。今までの、妨害としてそのスターリオンとピンボーラーっていう、まあ、相手パクったり相手破壊したりする、モンスターの横にアニヒレーターが立つようなイメージです。こいつが引けてれば、でもちろんね、他のカード引いてればベタラックとかで持ってくるとかいうこともできますから、まあ、上プレフラとしては結構強くなるんじゃないかなって感じですね。で今 GP は結構相性がいいゴブリンライダーとかね、この辺も実装されてますし、もともと相性が良かったパンクとかもね、まだ現役で生きてますんでね、なんでパンクとかゴブリンライダーとかと構築してあげると結構楽しいテーマになってくるんじゃないかなと思います。このテーマちゃんと回ればめちゃくちゃ強いので、まあ、これはまたちょっとね、動画にしていこうかなというふうに思ってます。ちなみにですね、なんかハロウィンを、楽しむためのデュエルトライアルみたいな、なんか謎イベントも開催されるらしいんで、皆さんもよかったらやってみてください。
俺はあんまりやる気ないけど。はい、というわけで、10月の28日は診断開封配信もやろうと思ってますんで、よかったら遊びにいらしてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。サモンソースターレスのちょっと使い道、いいのあったら教えて。じゃあね。